皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の滝沢でございます。皆さん、近頃もギターもりもり練習してますか？イエーイという感じで、まあ、僕も近頃ももりもりとギターを練習し続ける日々でございます。どうでしょうか？近頃、いい感じに練習できておりますでしょうか？いい感じに上手くなっておりますでしょうか？上手くなっておりますでしょうか？で、まあ、やるからにはやっぱり上手くなりたいなと僕も思いますし、皆さんも思っていると思うんですけれども、僕が思うにこの、なんて言うんでしょう、上手くなるためにやっているわけじゃないんですが、上達が早い人、上達が上手い人というのは練習が上手なんですよ。練習の捉え方とか練習の考え方が上手というんでしょうか。練習上手な人は上達もすごく早いですし、上達上手な人は練習上手という感じでございます。なので、まずこの練習上手になることが大事だと僕は思うんですよ。練習が上手になれば、練習をたくさんするようになって、上達もたくさんすると。そんな感じになると思うんですけれども、どうでしょうか。ちょっと自分自身振り返ってみて、上手に練習できていると思いますか？うまく練習できているかしらと。上手に練習できているだろうかと。そんなことを考えたことはありますでしょうか？まあ、この動画の中で僕が思うにこう、僕が思う練習上手の話をさせていただきますので、ぜひ一緒に練習上手になって、たくさん練習をして、たくさん上手になっていきましょうということでございます。Yes! とりあえず、ポイントが5つほどございます。この動画の中では1つ目と2つ目のポイントについてお話をさせていただいて、次の動画で3、4、5についてお話をさせていただきますので、よかったらチェックしてみてくださいませ。はい、そんな感じです。とりあえず1つ目、いろんな人の話を聞いたりとかする中で、僕がとても大事にしてほしいと思っているポイントでございます。何気に超大事です、この1つ目のポイント。それは何かと言いますと、焦らないということです。焦らない。やっぱ普段ギター練習していると、なかなかうまくならねえなって思うことってあるじゃないですか。で、そのなかなかうまくならねえなって思ったときに、焦らないでほしいんです。なんかこれ続けててもなんかうまくならないんじゃないかなとか、なんか自分で才能ないんじゃないかなとかって、これ本当に意味あるのかなとかって、この練習で合ってるのかなっていうふうに焦らないでほしいんです。そうじゃなくて、まあ、今はできないけれども、まあ、そのうちできるっしょみたいな感じ この気楽な考え方っていうんですかね。そのできないからできるまでのプロセスを楽しむっていうマインドをすごい大事にしてほしいんです。BPM を設定したりとか、何かしらこう曲と合わせたりとかして、ちょっとずつその自分ができるようになっている過程を大事にして、焦らないでほしいんです。これができないから、あれができないから、何が何が知らないからとかって、わーってなるんじゃなくて、まあ、そのうちできるでしょというこの、ね、気楽なマインドで練習に取り組んでいただきたいということです。わかる、わからないとかと一緒で、わからないというのは別に悪いことじゃないんです。わからないならわかればいいんですから。同じようにその知ってる、知らないというのも同じようなものですよね。知らないことは悪いことじゃないです。そのまま勉強して知ればいいんですから。で、できる、できないに関しても一緒です。できないからできるようになればいいだけの話なので、別にできないことは悪いことじゃないんですよ。なので、そこでその自分に、ね、必要以上にこう攻め立てて、なんかこ う、ね、うまくできないじゃないかつって、なんかこうね、このままでいいのかとかって、なんかそういうネガティブなマインドを持たないように気をつけてください。そういった気持ちを持ち始めてしまうと、練習自体がつまんなくなってしまうので、もっと気楽に焦らずにギターの練習に取り組んでいただけると嬉しいなという感じです。これ何気に超大事だと思います。焦らない。ぜひ覚えておいてくださいませ。で、その次、2つ目のポイント。1から2にして3にする。1から2にして3にするということです。これは何かというと、そのギターの練習する時間を増やすということです。平たく言うと。世の中、もうギターに限らず、スポーツでも勉強でも何でもそうだと思うんですけれども、1時間勉強したら1時間勉強したなりの結果がついてくるわけじゃないですか。1時間トレーニングをしたら1時間トレーニングをしたなりの結果がついてくるわけです。それと一緒で、ギターも1時間練習したら1時間練習したなりの結果が出てくるわけですよ。1のコードで10返ってくるということは、もうギターに限らず、もう全ての物事においてなかなかないと思います。本当、多分 FX ぐらいですよね。株とか FX とか、1やって10の結果が出てくるのって。普通の練習とか、もう勉強とかに関しては、もうね、分かりやすく1やったら1の結果がついてくるんです。なので、結果的に、最終的に10の結果が欲しければ、10やるしかないんですよ。なので、この練習を増やすというプロセスがとっても大事になってきます。ちょっと見方を変えると、ちょっと話は違うんですけれど、僕ってテレビ持ってないんですよ。僕はもうここ10年ぐらいずっとテレビなしで生活をしているんです。で、テレビが別に嫌いなわけじゃないんです。別にテレビあったらあったで別にいいんだと思うんですけれども、テレビは持たないと。もうテレビは見ないと、昔から決めているんです。なんでかっていうと、テレビって面白いじゃないですか。1見ちゃうと、
1時間見ちゃうと、なんか8時、9時とかの面白いバラエティ番組とか見ちゃうと、その1時間がどんどんこうずるずる増えていって、次の番組を見よう、次の番組を見ようみたいな感じで、1時間、2時間、3時間でどんどん時間が増えてしまうのが僕すごく嫌なんですよ。なので、僕がそのテレビに対してやっていることっていうのは、もうテレビの時間をゼロにするということを、もう10年前ぐらいからずっとやっているんですけれども、面白いからついつい見てしまう。もうテレビの時間が1から2になって3になっちゃうんですよ。もうしたくないのに。どっちかというとしたくないのに。で、このプロセス、別にもうテレビ見なければいけないとか、テレビを見ないとまずいみたいな感じで見ているわけじゃなくて、僕が単純に見たいから、興味を持っているから、テレビの時間が1から2になって3になっているだけの話じゃないですか。これと同じような感じで、ギターに対しても考えてみてほしいんです。ギター、練習しなければいけないとか、上手くならなければいけないという取り組みをするんじゃなくて、単純に楽しんでほしいんです。で、その楽しんでギターを練習している時間が1から2になって、3になって、4になって、5になって、で、結果的にその10の結果が得られたら嬉しいじゃないかと、そんな感じでございます。まあ、平たく言うと、たくさん練習しようぜということになってしまうんですけれども、自分に対して焦らずに楽しむ気持ちを大事にして、で、近道はないということをちゃんと悟った上で、行動してほしいということです。10、行動すれば10の結果は必ず得られます。1の結果で10を得ることはまず無理です。2やったら2返ってくるわけです。3やったら3返ってくるわけです。そのことをもう当たり前のこととちゃんと捉えて、日々の練習を頑張ってほしいということです。で、ちょっとこれは、そういったマインド的な意味もありますけれども、環境的な意味合いもあります。例えば、極端に悪い環境の話をしますと、なんかこう家に帰ってきてこうギター練習しようかなと思ったとするじゃないですか。で、ギター練習しようかな。あ、しまった、ケースの中に入れっぱなしだなんてなっちゃって、ギター練習しようと思った瞬間から、ケースからギターを取り出し、エフェクターをつないで、アンプの電源を入れて、その他配線をバシャバシャとやって、で、このギターにシールドをつないで、よし、いけるぞ、電源オン、まで5分かかったとします。これちょっと環境としていいとは言えないですよね。そうじゃなくて、もう手の届く範囲にギターがあって、もうエフェクターとかアンプとかも全部そのセッティングしてあって、もうギター弾こうと思ったら、フッとってバーンつって、もうすぐ鳴らせる環境。もう5秒で音を鳴らせる環境。これどっちの方がいいかと聞かれたら、もう一目瞭然ですよね。5分かかってギターが練習できる環境と、5秒でギターが練習できる環境。もうこのどっちか、どっちがいいって言われたら、絶対5秒の方がいいに決まってるじゃないですか。で、この5秒の方がこれになると思いませんか。ちょっと僕も昔の話をさせていただきますと、ちょっと参考にしていただきたいんですけれども、僕が中高生の時って、5秒でギターが弾ける環境をもう作ってました。こたつのオンオフスイッチってあるじゃないですか。なんかこの、なんかね、入ると切るみたいな、パチパチってやつ。あれを使って、その先っぽにそのアンプとかエフェクターとかも全部セッティングしちゃって、電源を全部まとめて、で、そのシールドも全部挿してあって、本当にギターを弾こうと思ったら、ギターをすぐ手に取って、こたつのスイッチをパチッと入れれば、もうすぐに弾けるという環境をずっと作ってたんですよ。そのぐらい、このギターをすぐに、なんていうんですかね、そのギターを練習したかったわけなんですけれども、そんな感じで、そのね、環境も整えて、どんどんギターを触る時間、ギターに触る時間を増やすということもとても大事でございます。ちょっと環境を整えるということも踏まえて、こんなことを覚えていただけますと幸いでございます。やったらやった分だけ結果が返ってくるわけです。やらなかったらやらなかった分だけ結果は来ないわけですよ。サボったらサボった分だけ結果はついてこないわけなんです。なので、まあ、たくさん行動するしかない。まあ、平たく言えばたくさん練習するしかないということなんですけれども、まあ、自分に対して焦らずに楽しくギターを弾いて、ギターを練習する時間を着々と増やしてほしいという、そういう話でございました。なんとなくわかりましたでしょうか。で、今、1、2についてお話をさせていただいたんですけれども、次の動画で3、4、5についてもお話をさせていただこうかなと思いますので、よかったらチェキラしてみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。